まあ甘いもん好きがバレちゃったってことで、まあオタク少年ののび太くんとしてはスイーツ男子に挑戦してみようかな感じなんですけど、スーパーマーケットで見つけた得体の知れない、まあ田舎者の俺にとっては得体の知れない食べ物っていうのはちょっと試してみたいというか、このボタン、この機械のこのボタン、なんか押してもいいの？押しちゃダメなの？よくわかんないボタンがついてるんだけど、ついつい押しちゃうんだけどな、押したらダメだったのっていうボタンを押してしまうタイプで、それで電気屋さんのあのバンドメンバーが昔田舎にいたんだけど、わけのわかんないボタンなんか勝手に押しちゃダメだよ、わかんないまま押しちゃダメだよって、押す前にちゃんと調べろよって叱られちゃったんだけど、俺ついついこのボタン押したらどうなんだろうっていうのを押しちゃうタイプなんだよ。で、押しちゃダメだったかなっていうこともあったりもするんだけど、あ、押してみるとこんなことあんだなっていうの延長線で、スーパーマーケットでちょっとこれ珍しいなっていう黒糖生姜パウダーっていう、これまあ何遍か買ったんだけど、これは当たりだった。まあ黒糖と全くの黒糖じゃないんだよね、砂糖粒から絞ったばっかりの汁を粉にしちゃうと真っ黒なもんだから、真っ黒ってかなり色の濃い砂糖だからそんな白くないんで、砂糖ね、砂糖は粗糖と糖蜜、粗糖ってのはどうなんだろうな、まあザラメっていうのはまあいわゆるコーヒーショップとかにあるザラメの砂糖があるじゃん、まああれはものによってはグラニュー糖に色をつけて固めたっていうか、ちょっと糖蜜っていうのがあって、上白糖っていう、まあ、いわゆる精製する過程で出た、まあ、白い砂糖が高級品とされてた時代は、高級品というか、まあ、いいってされてた場合は、そういう工程を踏むっていうのが実は余分だったりするし、いい成分をカットしてるから、だけど、まあ、白い砂糖とか雑味がないから、白い砂糖がもてはやされる時代がすごく流行ったし、で、まあ、その白い砂糖至上主義 の時代では捨てちゃう余分なものを逆にそこから出てきた、どんどん捨てていくものの途中段階のものを足したものを粗糖とか、まあ、途中段階、白くなる途中段階のことを粗糖なんだ。粗糖がまあ主な成分で、黒糖もまだある。それで、生姜粉末ね。最近ジンジャーブレッドっていう、なんかおしゃれなスイーツがあるらしいというのは知ってるんだけど、それは未経験なんで、これでいわゆるトーストにこれを振りかけちゃうとジンジャーブレッドになるのかな、感じで本当のジンジャーブレッドは未経験なんだけど、まあ、甘いもののスイーツ男子気取ってみてたいなっていう、まあのび太くんとしてはそんな感じなんで、でちょっと得体の知れないというか、まあ、田舎者の俺にとってはおのぼりさんにとっては見たことないようなマキシマムナチュラルスパイスってなんだそれって思って、それ 25% で旨味調味料を着色の踊りで無添加、あ、無添加ね、無添加で旨味着色料と、あ、旨味調味料と着色料と踊りのがあるのか、それがないのかあるのか分かる、16種類のハーブとスパイス、それで良くなる、成分を見てみるといろいろ入ってるんだよ、粉末料理が入ってる、まあ、結構甘じょっぱブームっていうのがもしかして世の中来てるか来てないかは分かんないけど、俺は甘じょっぱい食べ物好きだから、
あのこれ粉末醤油、これちょっと軽くあの隠し味程度に振りかけちゃうと甘じょっぱくなるから、だからあの正月にお餅つき大会行った時、お餅にいわゆるボロネーゼソースってお餅を食べたっていう新鮮な体験だったんで、田舎者の連続はお餅をボロネーゼソースで食う、まあ、パスタのボロネーゼってあるじゃん、あれのソースでお餅食ったの、これはいけるなと思ったから、お餅ってまあスイーツなのかなんかよくわかんないけど、まあ、最近まであのコンビニでもあの特売品で置いてたんだよね、お餅がね、あの5月末か6月中盤までなんかお餅があったりしたから、まあ、お餅って1個に、まあ、ご飯2杯か3杯分ぐらいあの入ってる、こんくらいのお餅にさ、実はもう凝縮されてるからご飯3杯分、2、3杯分入ってるんで、あの燃費がいいもんで、貧乏生活を乗り切るためには餅買ったらいいのかなと思って、安い切り餅を、乾燥切り餅を買って意外とそあのこういう黒糖生姜とか、黒糖生姜にあの梅昆布茶をちょっと混ぜて甘じょっぱい黒糖生姜のお餅を食ってみたりとか、まあやってみたら生きると思うから、俺は大体すごく好きなんですけど、甘じょっぱいもの好きなんで、でこれはまあ初めてで、他にどんな珍しいスパイスが、ああそれはあるんだな、昆布だしもあるし、オニオン、オニオンにクミンに上辛いのにトリカム、キャラはいい、それはかなりハイカラなあのスパイスがいろいろ入ってるなと思う、思うね、どんな味かっていうのをちょっとやってみると、やっぱちょっとしょっぱいのかな、多少塩分があって、塩分っていうかその旨味やナトリウムみたいなのもあるかなっていうんで、これでちょっとスパイシーなトーストを食ってみるっていう、だいぶ汚い机のまんまなんだけどまあ、あの燃費としては、燃費っていうかその、なんていうの、元のコストとしては、まあ、いわゆるお店でジンジャーブレッドを頼むよりは安くジンジャーブレッドではないと思うんだけど、これは多分俺が思ってるなんちゃってとは違って、本当のジンジャーブレッドは違うもんだなとは思うんだろうと思う、まあ、これで食ってみるといいんじゃないかと、これがまあ一番の甘みと、まあ、生姜のジンジャーの、これが一番主なベースとして、でこれをこっちだね、こっちはあんまかけすぎちゃうとまたどきつくなりすぎちゃったり、しょっぱすぎたりするとなるので、甘じょっぱい軽くこうくらい、こうくらい、そうするとなんか甘じょっぱいなんかトースト食えるかなと思ってなんだよ、でまあスイーツ男子の予防策もだいぶお腹がメタボになってきてるんで、年齢に伴ってあの福井がちょっとメタボ状態ですよっていう感じなんで、このいつものごとくルイボスティー、ルイボスティー、このルイボスティーを食べるとグライセミックインデックス値が多少緩やかになるから、予防策をまあさっきまでだいぶ飲んだんだけど、2杯ぐらいもうちょっと飲んで、これでそれはだいぶあのダマくらかしてやってるなっていう、あイカサマギャンブルなのって言われると、そんなつもりはなかったけどね、これを見つけたら、黒糖生姜パウダー、どこどこ、どこかな、有限会社味券香川県
中田ドブルっていうのが万能町とかの会社で、まあ、あんまり大きな会社じゃないのかなと思うけど、まあこれ、まあ他のコーヒーでも紅茶なりこのルーボスティーなり、ジャスミンティーにもこれを入れて飲むと意外と、まあ、前の動画でそのお茶の紹介だったけど、ちょっとピリッとしたお茶が飲めるっていう、ね、そういうお茶がすでにあるのかもしれないね、お店で出てるので、まあ、まあ偶然にもちょっとそれをやってみたらあったんで、まあ絞っただけの、なんていうの、サトウキビを絞っただけの色の濃いも黒糖って癖があるから意外と飲み物には合わないじゃんっていう、味が元のあの風味が損なわれちゃう場合があるから嫌われちゃって、それで上白糖至上主義の時代が続いたんだけど、意外とまあ上白糖みたいにその甘みだけを加えるもんでもないけど、意外とこれはあのお茶に合うあの砂糖系っていう糖分系でした。そんなもんでいいかな。甘じょっぱブームっていうのは俺今ほとんどテレビ見ないから一時期作ったんだけど、やっぱりテレビ見ると俺なんか機嫌悪くなってて周りに迷惑かけるタイプなのかもしれないんで、もともとの性格はね、だからあの甘じょっぱブームがすでに去った後なら大変申し訳ありませんっていう感じで、じゃあ